フランス国内におけるベクサンの位置、ベクサンの紋章。ベクサンは、フランス北西部の歴史的な地方名。おおよその範囲として、東西は、ポントワーズとロミー・シュルアンデル、南北は、オヌイユからベルノン近くのセーヌ川までである。現在の地方行政区画に当てはめると、イルド・フランス地域圏の2つの圏、バルドワーズ圏とイブリーヌ圏と、ピカルディ地域圏のオワーズ圏とにまたがる。 蒸気がいわゆるベクサン・フランセである。オートイコールノルマンディ地域圏のウール圏とセーヌマリティーム圏にまたがる部分はベクサン・ノルマンと呼ばれる。ベクサンは本質的にビルド・フランスとノルマンディにまたがる国葬地帯である。ベクサンはかつてビアゲソンと呼ばれていた。ラテン語のビリオキャシネスはガリア系の部族名ベリオカス族から派生している。 彼らは現在のベックサンの地を本拠としていた。ガロローマ時代にこの地に設置されたパグスであるウェリオカシヌスがペーデューベックサンの前身となった。911年、シャルル三世はバイキングの主張ロロに対して領地を放棄し、この地位がノルマンディ公国となった。ベックサンはセーヌ川の小さなシリューエプト川によって二分された。今日、 ベクサン西側がベクサンノルマン、東側がベクサンフランセと呼ばれるのはこのためである。ベクサンフランセは常にルーアン司教、その後はノルマンディ大司教座にフランス革命まで依存することとなった。確かに司教座の分類と教会はローマの管理範囲をそっくり真似ていたが、それ自体がガリア人の教会を真似たものだった。ルーアンはかつてベリオカスのチワイタスであり、言い換えれば、 ベクサンの首都として当然キリスト教家すると主婦史教座が置かれた。フィンセント・ファン・ゴッホ、クロード・モネはベクサンの小麦畑を作品中に描いている。ありがとうございます。